午前6時過ぎの JR 名古屋駅構内です。東海道新幹線は始発から通常通りの運転を再開するとのことで、乗客が次々と改札を通っていきます。台風10号の影響で計画運休などが続いていた東海道新幹線、今朝の始発から4日ぶりに通常ダイヤでの運行を再開しました。今回の台風10号、東海地方に最も接近した週末には風の勢力は弱まりましたが、台風に伴う大雨は各地に大きな被害をもたらしました。おととい午後2時前、三重県北中部で線状降水帯が発生。午後1時過ぎの三重県津市です。非常に強い横殴りの雨が体に打ちつけています。そして交差点には足首ぐらいの高さまで水が浸かってしまっています。午後2時までの1時間に大樹町藤坂峠で67ミリ、松阪市かゆみで 45.5 ミリの大雨が降り、滝町を流れる佐奈川が氾濫。さらに岐阜県大垣市赤坂東地区では警戒レベルで最高となる5の緊急安全確保が発令され、大量の雨に対して排水機能が追いつかない内水氾濫などが原因となる浸水被害が発生しました。大垣市の久伊瀬川がこの先にあるんですが、河川増水のため通行止めとなっています。この道路の先もう冠水して通れる状況にはありません。久伊瀬川が氾濫し、住宅地に流れ込んだ水を消防がホースで排水しています。大垣市の北に隣接する池田町では、町内を流れる久伊瀬川と東川の合流点付近が氾濫。岐阜県によると住宅地などおよそ50ヘクタールで浸水が確認されました。氾濫し、孤立した住宅からおばあちゃんを、おんぶして避難しています。消防団のボートに乗って、救助されています。ここに40年ぐらい住んでますけど、ここまで上がってきたのは初めてです。東側からな、あそこから越水して水が流れ込んだってことが今までにもありますけど、ここまでひどいのは初めてですね。この影響で久伊瀬川の流域に住む人など33世帯75人が避難。今日浸水被害のあった池田町で、私たちは岐阜大学の原田准教授に話を伺いました。まさにちょうど目の前にね、水路がありますけれども、この目の前の一番低いポイントに最後水が全部集まっていって排水されるっていうふうに、そういうふうにうまいこと作ってあるんですよ。ただ今回は、この遊水地に水が入り始めて、満杯になって、でさらにそこから1時間70ミリぐらいとんでもない雨が降りましたから、とても川の中で溜め切ることができずに川から外に水が溢れ出してしまったという。池田町に設置された雨量計によると、おととい午前11時20分までの1時間に降った雨は73ミリと、時間雨量としては過去最大を更新。久伊瀬川だけではなくて、降った雨が低い土地に集まってしまって浸水する内水氾濫も同時多発的に起こっています。原田准教授は、記録的な大雨により町内を流れる久伊瀬川と東川の合流点付近で氾濫が起き、さらに同時多発的に内水氾濫が起こり、被害が拡大したと見ています。さらに今回浸水被害が発生した西濃地域は、山と川の堤防などに挟まれ緩やかな勾配がある土地が低い地域、川の水位も上がる中で1時間に70ミリ近い大量の雨が降ったため、雨水が川に排水できずにあふれる
内水氾濫も同時多発的に発生したといいます。この浸水被害、原田准教授は雨雲の動き次第で他の地域でも同様の被害の可能性があったと話します。今回の雨は仮に少し東の方にそれていて、例えば岐阜市ですとか羽島市、あと木曽川の向こう側の愛知県の方にもし雨雲がかかっていたとすると、同様の大きい浸水被害が起こっていたりしても何ら不思議はない、非常に激しい雨の降り方であったと。今回たまたまこの地域にこの雨降りましたけれども、同じような被害、もっと被害、ひどい被害がですね、愛知県の方で起こっていても、何ら不思議ではなかったというふうに考えています。愛知や岐阜に広がる濃尾平野では堤防や自然堤防に囲まれた低い土地が多く、降った雨が吐けにくい特徴があるといい、同様の浸水被害がどこで起きても不思議ではないといいます。今回被害が発生してしまったこの岐阜県の西濃地域というのは、今も水田や農地が多く残る自然豊かな地域です。それだけ雨水が染み込んだり溜まったりする場所が比較的多いエリアであっても、これだけの被害が出てしまった。でもしも同じ雨がより開発の進んだ愛知県のその都市部なんかに降った時にはですね、よりたくさんの水が一斉に川や排水路に集まってしまうということで、浸水被害もより大きくなることが予想されます。今回の被害があった池田町と大垣市はこの黄色い×印で記してあるところです。はい、では同じような被害が出る可能性がある場所、どのあたりかといいますと、これだけあるんです。今赤く記してあるとこ、ここがすべて可能性がある場所だということなんですね。原田准教授そうおっしゃってるわけです。相当広いエリアですね、これ。多く雨が降ればどこでも生じるということは、雨がこれ今回台風から離れた地域で、この地域にものすごくたくさん降ったじゃないですか。台風から離れていても大雨が降るということですから、どこでも大雨が降るというふうに考えなければいけないということですね。そうですね。濃尾平野は木曽三川に代表される河川の堤防に囲まれた低い土地が多いということで、被害の可能性があるということでした。仮にその大きな川のそばじゃなくても、その支流もたくさんあるし、農業用水もあるし、そういったところが内水氾濫という言葉が出ました。その排水機能を上回ってしまう、それぐらいの雨がもうこれからいくらでも降る可能性があるんだということなんでしょうね。今回は台風の影響で大雨が降りましたけれども、梅雨の末期でも大雨かなり降るようなことが多いですよね。その点でいうと、もう大雨と今後常に起こりうるという前提で、私たちは日々の防災意識をこう育んでいかなければいけないということだと思います。そうですね。はい、今この赤く記してある場所は、各自治体から出されている水害のハザードマップとほぼ同じということです。お住まいの地域がどのような危険性があるのか、ホームページで確認することができますので、ご確認お願いします。やはりあらかじめね、シミュレーションしておかないといけませんね。いざという時は人々というのは危険が迫っていても、それを過小評価してしまう傾向がどうしてもあるんですよね。なかなか危険性があっても認識しきれないで、行動に移しにくいという、正常性バイアスというような言葉で専門的には言いますけれども、リスクを、危険性を過小評価してしまう傾向がありますから、あらかじめ計画を練っていて、ちゃんと何か段取りを組んでおくということが、ハザードマップ等を見ながらですね、そういうことが大事だと思いますね。柴田さん、なんか私は大丈夫とか根拠なく思ってしまうことって人間ってありますよね。はい、もう誰しも被害に遭う危険性があると思って行動すべきですね。そうですね。少しもう臆病になっていった方がいいのかもしれませんね。